昔ヤンマは、トンボ目トンボア目、昔ヤンマカに属する日本固有種のトンボである。昔ヤンマの顔本種は、名前が示す通り昔、トンボと同じく原始的な特性を持つ種で、他のトンボと違い、メッセイチュー中は、生殖弁ではなく、産卵管を持っている。ヤンマという名がつくように、昔、トンボよりも大型でがっちりしており、体長が80ミリメートルに達する。 一見すると、オニアンマや大きな、サナイトンボのようにも見えるが、オニアンマとは、腹眼の色が違い、サナイトンボのように腹眼が離れており、止まり方も木の幹に、セミのように、羽を広げたまま張り付いた格好で止まることが多い。成虫は、主に、4から8月にかけて発生するが、幼虫の生態と生息環境は、一般的なヤゴのそれとは大きく異なり、谷の崖などに、 水が滴り落ち、ゼニゴケなどのコケ類が一面に茂っているような環境を好む。低水温で綺麗な水質に住むが、幼虫は水に入ることはほとんどなく、湿ったコケの中にトンネルを掘って住み、半水性の生活をする。成虫になるのに約3年かかると言われ、これは昔トンボに次ぐ長期間の幼虫期である。 日本固有種の昔ヤンマの生息分布は、昔トンボの分布より狭く、日本では東北以南の本州と九州に分布しているが、なぜか四国には生息していない。昔、トンボと同じく開発による悪影響が心配される種で、本種も指標昆虫とされているケースもある。世界に10種ほどが知られ、最大種のオーストラリア産の帝王昔アンマは、 体長 150mm、翼長も 180mm というサイズになり、これは昔アンバルイのみならず、ハビロイトトンボと並ぶ原生のトンボ類の最大種であり、トンボア目の中でも最大の種である。日本の以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。ありがとうございます。